伺いたいと思います。まずは41期生の4月に入学して41期生のみんなにお話を聞いてみたいと思います。じゃあこの赤い服のお名前教えてください。大森まーです。大森まーちゃんです。もうステージには出られましたか？はい、演劇とタップに出させていただきました。オープニングで黄色い衣装でタップをしてたかっこいい女の子です。ありがとうございます。ではでは、よいしょ、お名前教えてください。マスモトナツミちゃんです。じゃあナツミちゃん、スクールに入学して半年間経ちましたけど、何か自分の中で変わったなと思うようなことはありますか？体験とかメイクに気を使うようになりました。体験とかメイクに。今日のメイクのポイントは何ですか？このキラキラのアイシャドウと可愛いリップです。皆さん見えますか？キラキラのアイシャドウ、今日のメイクのポイントだそうです。ありがとうございます。じゃあお名前教えてください。岩井リセです。岩井リセちゃん、初めての発表会どうでしたか？まだ出てないんですね。ごめんなさいね。まだ出てない。これからの抱負ですね。頑張りたいと思います。ありがとうございます。じゃあこの赤い賞の福山 A クラスの41期生の3人です。じゃあ真ん中を聞いてみようかな。お名前教えてください。山内です。初めての発表会どうでしたか？こんな大勢の人たちでとても緊張したけど楽しかったです。そうですよね。こんなたくさんの人の前でパフォーマンスするのは初めてでしたか？初めてでした。成功しましたか？はい。よかったです。ありがとうございます。それでは次はこちらに立っている今年の10月から入学される42期生の皆さんにお話を伺っていきたいと思います。じゃあ一人ずつお名前を聞いていきます。お名前教えてください。森井愛です。森井愛さんです。お名前教えてください。パブロジョネスです。パブロジョネスさん、ありがとうございます。お名前教えてください。竹原かりんです。竹原かりんちゃんです。じゃあお名前教えてください。岡本里奈です。岡本里奈ちゃんです。ありがとうございます。じゃあ代表してパブロジョネスちゃん、10月からレッスンが始まりますが、意気込みはいかがですか？緊張しているのと楽しみスクールに入って何が一番楽しいですか？やっぱり歌とダンスをみんなと練習していくっていうところが楽しい。はい、じゃあまた半年後このキーステージに立てるように頑張ってください。ありがとうございます。それではこのピンクの衣装を着たアッシュダブルの皆さんにお話を伺っていきたいと思います。アッシュダブルは今年の6月からスタートした大人の女性のためのアッシュダブルです。では誰に聞いていこうかな。じゃあお名前教えてください。伊沢めぐみです。伊沢めぐみさん、普段は何をしていますか？仕事をしています。仕事をしているそうです。もう主婦はいないですよね？いないですね。はい、お仕事をされている女性の方、学生の方もいらっしゃるんですよね。あ、学生のお名前教えてください。和田桃香です。大学生ですか？大学何年生ですか？大学2年生です。大人の女性ということで、仕事終わりとか学校終わりとかに皆さん金曜日の平日集まって練習励んでいます。初めてのステージいかがでしたか？緊張したんですけど、すごく楽しくできたので良かったです。良かったです。ありがとうございます。ピンクの衣装、皆さんめっちゃ似合ってます。それでは、かわいいかわいいキッズクラスの皆様にお話を伺っていきたいと思います。じゃあまず41期生のさっきステージを終えたばかりのキッズの皆さん、お名前教えてください。上手にできました。初めてのステージどうでしたか？楽しかったです。楽しかったです。よかったです。じゃあ一つお名前に聞いていこうかな。お名前してください。みさこはるりです。みさこはるりちゃんです。お名前どうぞ。島のみのり
島のみのりちゃんです。お名前教えてください。きよしえです。きよしえちゃん、ありがとうございます。お名前教えてください。岸田桃花です。岸田桃花ちゃん、じゃあ岸田桃花ちゃんに質問です。将来の夢は何ですか？将来の夢は難しい。じゃあいつもレッスンでは何を頑張っていますか？いつもダンスと歌を一生懸命頑張ってます。ありがとう。ではではでは、こちらのちょっと慣れてる慣れてる1,2,3,4,5 人、5人のキッズの子たちは今年10月から入学するキッズのみんなです。じゃあお名前聞いてもいいですか？お名前教えてください。斉藤リアです。斉藤リアちゃんです。お名前どうぞ。スズカちゃんです。スズカちゃんです。スズカちゃんです。スズカちゃんとお兄ちゃんのお名前教えてください。ナオミシュートです。シュートくんです。お名前教えてください。浜中真央です。浜中真央ちゃんです。しっかりしてるね、みんな。じゃあ最後、お名前教えてください。赤間鈴木です。かっこいいね、今日の服。もともと持ってたの、この服。昨日おばあちゃんとおじいちゃんとかっこいいですよ、ね、おじいちゃん。ありがとうございます。すごい似合ってる、見てもらうのかっこいいね。はい、かっこいいです、ありがとう。新入生セレモニーを終了したいと思います。この後もオーダーマークとお楽しみに。